おはようございます。マイとの対話へようこそ。聞くだけでサクッと夢を叶えるラジオ。今日のテーマは、思い通りにならないときはどうするです。はい。まずは、2019年1月12日土曜日、今日のマヤ歴です。金ナンバー79、第2の城の52日間の27日目。 青い嵐の13日の1日目。青い嵐、音、1の日です。はい。まずは、えー、今年のマヤ歴の1年が、去年の10月26日から今年の7月12日までの260日間で、えー、今日は79日目になっています。二、え、百、ー、260日に行って叶えたい夢っていうのをですね、書いて、 あの、ちょっと頭に思い描き、描きましょう。またね、その時間が後からありますけど。はい。それから第2の城の52日間の27日目です。第1の城の52日間で、え、種まき、やりたいことの種まきっていうことをやってもらったと思うので、第2の城の52日間ではその種を、え、水をやって、肥料をやって育てて、そして、え、育ちのいいもの、 を残す。育ちの悪いものは残さない。間引きするっていうことを意識してみましょうえ。たくさんのことを人ってすることができないので、間引きすることも大事です。はい、次に行きます。青い嵐の13日の1日目。青い嵐というのは人を巻き込むとか、あのー、人を巻き込んで夢を叶えるとか。 夢を現実にするとか、まあそういう意味があります。で、えー、それから、没頭する。今日はですね、青い嵐、青い嵐、音一の日なんですけど、えっ、ー、と、どっちも文章と、 ウェイブスペルがどちらもですね青い嵐なんですけど、えー、青い嵐にはもう一つ没頭するっていう意味もあるんですよねだから、えー、で音一でプラスの思い込みで13日の1日目なので新しいことを始めるのにも向いていますで今日のちょっと1日をまとめてみると私は今日はワクワクに人を巻き込む日っていうふうにしてみました自分だけで夢を叶えるのは難しいし楽しくありません どんどん自分のワクワクに人を巻き込んでいきましょう。はい。それでは、えー、まずはですね、この、えー、マヤ歴の、マヤ暦で言うと、今年の年末は7月12日。グレゴ,レオリ,グレゴリオ歴で言うと、えー、12月31日があなたを想像してみましょう。あなたは、どこで、何を、誰と、どんな気持ちでやってますか で、ちょっと昨日も話したんですけど、なんかちょっとね、あの、多分何にもなかったら、家族でそばを食べながらあの、あの、紅白見てるとか、こたつ入ってみかん食べてるとかってなると思うんですけど、ここでなんかね、できたら面白い、なんかちょっと想像したらワクワクするようなことをやってみてもいいんじゃないんでしょうか。遊びですからね。はい。あなたはどんな年、ね、末を迎えますか 今日のテーマです。思い通りにならないときはどうする目次。はい。では、えー、今日の目次です。1、現実は思い通りになるとは限らない。2、あなたはどんな前提で世界を見ている ?3、変えられるのは自分の思い込み。4、 サクッと思い込みを書き換える。5まとめです、はい。まず1、現実は思い通りになるとは限らないです。でこれはですね、実はあのどんなに引き寄せ力とかシンクロとかが起こる人であっても、思い通りになっているばかりではないんですよ。あの そうですね例えばもう自分予測できないことっていっぱいこう自然災害とかねそういうこともあったりもしますしあの自分の力で全ての世界を動かせるっていう人は、まあ、このように誰もいないんですねで実はそういうシンクロとか,あのなんていうかな自分がこういろんな思うことが思い通りになってるんだよっていう人って実はあの、まあ、次のことが大事でですね 思い通りになってるわけじゃなくって、思い通りになってることに感謝して、そこに注目をしているので、他のことが気にならない状態。そうすると感謝できることが増えていくっていうメカニズムに乗っ取っているっていうふうに私は見ています。次に行きます。 はい。そのあなたはどんな選定で世界を見ているかです。これであなたの人生の幸福度とかが決まっています。実はその、すごくあの幸せに生きている人とか、すごくあのいろんなことがこう思い通りに行くんだよね、みたいな方っていうのはですね、あのその、たまたまじゃないんですよね。同じ世界を見ても、 自分がラッキーだとか、自分はすごく恵まれている、自分はすごくありがたいなとか、そういう前提でいるので、そういうところに多く注目しているんですよ。そうすると、あの、あなたは、あの、その、そう、そういうふうに見ているので、そういうことがいっぱいあるっていう状態になっているわけですね。で、あの、一番目で変えられない 思い通りになるとは限らないっていうふうなことを言ったんですけど、えっと、大事なことは変えられることと変えられないことをちゃんと理解して変えられることはできるだけ自分で変えていくっていうことが大事だと思います。例えばですね「お部屋の中あな,たはあなたのお部屋の中は大好きなものだけであふれてますか?」これは自分の 思いが反映されるところなんですよ。余計なもの置いてませんか妥協で買ったものないですか例えばそういうところからです。例えばあなたが付き合う人たちっていうのはどうでしょうか妥協で人と会ってませんか付き合いで人と会ってませんかそこもコントロールができるところです。コントロールできることはたくさんある。それはしっかりとやる。でもそうじゃないこともあると知る。 っていうことが大事かなと私は思います。はい。で、えー、変えられるのは自分の思い込み。で、この自分の思い込みっていうのも実は、あの、先ほどと一緒でね、例えば着る服は選べる。時間の使い方もまあ結構選べる。部屋の何,何を置くかは選べる。付き合う人も選べるっていう中で、も すごく大きいことがあるんですけど、変えられるのが自分の思い込みなんですよ。で、これはですね、あの、特にまあ人付き合いとかで、あの、ちょっとこの思い込みっていうのがこう発揮されるんですけど、例えば自分が苦手な人がいたとします。まあね、苦手な人とはなるべく会わないとかもあるんですけど、まあ、例えば好きな人でもね、例えばなんか、あの、なんか、 あれっていうことをなんか言われたとしますよね。で、例えば、え、なんかあの人って私のこと嫌いなのかなとか、<laughs> まあ思ったりするとしますよね。でも、あの、そういうのは、あの、好き嫌い、好きか嫌いかっていうのは、ちょっとそれはね、あの、わからないんですよね。まあ聞ける人だったら聞いてもいいんですけど、あの、 苦手なのかなとかね。っていうふうなことを、あのー、まあ、思うときに、私嫌われてるんだっていうふうに思い込む。で、これがひどくなると、私は人に好かれないんだ、みたいなふうに思ってしまうと思うんですけど、で、それはですね、なんでそういうふうに思うかっていうと、それは、えっと、まあ、主に親とか、周りの大人たちがそういうふうに、ま、見ていったから、なんですけどね。 でももう大人になったので、その思い込みを自分で変えていくことができるんですね。で、そういうじ、なんか、周りの大人たちが自分がそういう、例えばそういうふうに、こう、嫌われるんだよなって、どこに行ってもとか、それとか、ここの場所ではあんまりこう、うまくいかないんだよな、みたいな。そういうのも結構思い込みなんですよね。で、えっと、一つはその場から離れるっていうような選択ができるんだったら、それは、 え、した方がいいんですけど、あの、うまくいかないときっていうのは、あの、自分で自分をうまくいかないセルフイメージで思い込んでいる。自分はこういう人間なんだっていうふうに自分で自分を洗脳しているっていうことがとても多いんですよね。だから、相手の人の接し方を変えるよりも、自分が自分に持っている思い込みっていうのを変えていくっていうこと、 をやると、あの、現実は実は全く何も変わらなかったりするんですけど、本当は。自分の気分が変わります。結果、現実が変わったように感じます。で、この書き換え方がわからないんですっていうことを思うと思うんです。そんなの簡単に書き換えられたら、苦労しないよって思うと思うんです。でも、それがまた思い込みなんですよ。 サクッと思い込みを書き換えられるっていうふうに思う。これもサクッと書き換えられると思えば書き換えられるし、難しい。なかなか何年もかかる、何十年もかかるって思えば書き換えられないんですよ。でもちろんね、あの、例えば、あの、料理がうまいって思ったら明日からうまくなるかみたいな風なね、例えばピアノは私は一流ピアニストなんだと思って明日から思っただけで あの、そのピアノがうまくなるかとかいうのはまあもちろんないです。ただ、まあ特に例えば人間関係に関してとかね、自分の思い込みに関してとかだったら、これは正直思った瞬間に変えるって決めた瞬間に変わっていくので、それを決めた瞬間に思い込みが変わって、見る世界がどん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 変わっていきますので、結構これはスピードは速いです。 最後にまとめます。思い通りにならないときはどうする告示。1、現実は思い通りになるとは限らない。はい。それ。2、あなたはどんな前提で世界を見ている ?3、変えられるのは自分の思い込み。4、サクッと思い込みを書き換える。5、まとめ。 あ、ごまとめ。これはすいません。いりませんね。はい。サクッと思い込みを書き換えられますから、書き換えましょう。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように。いつもあなたのことを応援しています。私と一緒にサクッと学んで、サクッと夢を叶えましょう。 学ぶのも夢を叶えるのも苦労はいりません。はい、チャンネル登録といいねボタンお願いします。ではまた明日お会いしましょう。こしまいでした。